パリーグの2大覇者、明暗はっきりくっきり分かれた理由。2チームともが強くないと盛り上がらんわ。親会社の資金力やろ。工藤に西武の監督やってほしいわ。親会社芸だからな。プロスポーツは中日がしょぼいのは中日新聞社がしょぼいからだし、阪神が強くなったのは阪急が口出すようになったから。ソフトバンク、どんだけ金使ってでも優勝しろ。西武、金は極力使わずに黒字なら勝てなくてもいいよ。強奪する側とされる側の違い。西武の黄金期は他の5球団がやる気なかった。ホークスは25年連続 B クラスの日本記録持ってるし、西武はまだ甘い。資金力し金で、西武も金さえあれば立地もサウナドームも FA 流出も改善できるわけで。ライオンちゃんはガリガリの栄養失調の虎猫やぞ。秋山と工藤が大栄移籍した時、意識の低さにびっくりしたんやろ。今はそれが逆になった感じがするわ。オリックスが金あるけど弱い理由は、 A クラス安定してたけど親会社のごたごたで落ちぶれたな。どちらかというとソフバンは弱い方が盛り上がってる気がする。ご視聴ありがとうございました。